ティームビーゼは、西ドイツノルトベストファー練習、ベルギッシュグラートバッハ出身の元サッカー選手。ポジションは GK で、元ドイツ代表。引退後は、プロレスラーに転身。WWE 所属。初期1987年に DJ、DJK デュルシャイトで、FW としてのキャリアを始めたビーゼは、2年後に、バイエルレバークーゼンのユースへ移籍した。しかし、 ハムストリングを負傷した際にコーチから GK への転向を提案されて、以降は GK として各世代別カテゴリーを経験した。その後、3部の SC フォルトナケルンでデビューを果たした。カイザースラウテルン2001から02シーズン冬の遺跡史上で一部の 1FC カイザースラウテルンと契約。ゲラルトエアマン GK コーチの指導を受けながら、加入当初は3部を戦う B チームを、 主戦場とし、トップチームでは、ゲオルグ・コッホ、ローマン・バイデンフェラーの控えとして過ごしていた。2002から03シーズンになると、開幕前に、バイデンフェラーが、ボルシアドルトムントへと去ったことで、コッホと定位置争いをすることとなり、見事開幕戦で、初出場を飾った。2試合で4失点したことからコッホに一時譲ることになったものの、冬の中断期間は明け以降に、 政治系の座を完全にものにした。その後、2003から04シーズン、2004から05シーズンと先発出場を続け、国内で最高の若手ゴールキーパーの一人と評される活躍を見せていたが、十字人体不傷により2004年11月以降からチームを離脱しそのままシーズンを終了した。ブレーメンブレーメンでのビーゼ2 0 0年一月十三日に自由契約で、 同国一部の強豪ウェルダーブレーメント2005の06シーズンからの3年契約を締結。恒例による衰えが見られるアンドレアス・ライン家にとって変わる存在として期待されたが開幕前の親善試合で十字靭体を負傷したことでシーズン前半戦を離脱することが決定。2006年1月に負傷からチームへ復帰すると2月の VFB シュトゥットガルト戦で後半に ライン家が負傷したことにより初出場を飾り、以降は、定位置を守り抜き、ライバルである、ハンブルガー SV を抑えて2位でシーズンを終了する、ことに貢献した。しかし、その一方で2006年3月7日に、UEFA チャンピオンズリーグ2005から06、決勝トーナメント1回戦のユベントス FC との第2戦で、自身のミスにより、チームを敗退へと追い込んでしまった。 準々決勝進出目前にまで迫っていたものの、試合終了残り2分のところで、パベルネドベドのクロスを、一旦は補給するも、着地の際にボールをこぼしてしまい、それをエメルソンに押し込まれて1から2で敗戦。それまで、好セーブを見せていたが、この痛恨のミスにより、最終的に2試合合合合計4から4となり、チームは、アウェイゴールにより敗退した。 2006から07シーズンからはシーズンを通して GK の一番手であり続けた。2008から09シーズンではハンブルガーとのノルトダービーとなった DFB ポカール準決勝での PK 戦で3度も防ぐ活躍を見せて決勝進出に貢献。最終的にタイトルを獲得している。ホッフェンハイム2014年の日、で2011から12シーズンをもって ブレーメント契約満了となるため契約延長の場を設けられたものの、それを拒否して7年過ごしたチームに別れを告げ、2012年5月2日に自由契約選手として TSG1899 ホッフェンハイムと2012から13シーズンからの4年契約を締結した。マルクスバッペル監督からカリスマ性と経験豊富を合わせ持つ真のプロと評され、 新加入ながら8月には首相に任命されると大きな期待を寄せられたが、シーズン開幕から4試合で15失点と守備が崩壊。ビーゼ個人の責任ではないと擁護されたものの、11月の練習中に膝を負傷により離脱が決定した際に、彼が復帰してもおそらく、クーン・カステールスを起用するだろうと度重なるミスにより、監督の信頼を失った。 2013年1月に負傷から復帰後は、マルコクルツ新監督の下で首相の座を、アンドレアスベックとセアドサリホビッチに譲ることとなったが、冬季合宿で信頼を取り戻し成人形を任された。だが、再び度重なるミスを犯してしまい、チームはリーグ最多の43失点を記録し、また、ファンから高い人気を得ていたトム・シター・アケオを押しのけて、加入したことも、相まって、 数多くの批判を浴びたことで、2月に、プレッシャーから守る意図からクルツ監督にトップチームを、外れるようにと言い渡された。その決定に関して、一定の理解を示し、また、同時期にトッテナムホットスパー FC からエウレリオ・コメスが、期限付き遺跡で加入したことで、より一層奮起することを誓った。しかし、それから数日後の2月13日に、同僚のトビアスバイスと共に、 カーニバルで騒動を起こしたことで警察によって追い出され、クラブから罰金処分となった。3月になると、チームは17位で二部降格圏内に沈む中で、チーム最高年俸を受け取りながらも、出場機会がないビーゼに対して、アンドレアスミューラー GM から降格しても、選手全員はクラブと契約しているが、ビーゼだけは、例外と辛辣な言葉が投げられる厳しい状況下に、 ある中、それから数日後の3月8日に、地元のハンドボールの試合を観戦中に好ましくない行動をとったことで今度は、チームの練習から追放され、GK コーチとの個人練習に制限された。ピッチ外で立て続けに問題を起こしたことで、ミュラー GM やクルツ監督からプロ意識の欠如と、出席される一方、サリホビッチやバイスから許しを与えるようチームに提案する動きがあり、 4月1日に話し合いの末にチーム練習への復帰が許可された。しかし、ゴメスが負傷によりチームを離脱した際にマークス・ギズドル新監督はカステールスを政治家に指名するだけにとどまらずイエンス・グラールを2番手に据えたことで実質4番手となった。シーズン終了後にゴメスがトッテナムへ返却されるも、 放送外は変わらなかったため移籍するかに思われたが、わずか1年で契約解除するために加入したわけではないと、ビーゼ自身に対談する意思はなく、残留となった。2013年、怪我で離脱中にボディビルにはまり、鍛え抜いた体を披露した。2014年1月21日、ホッフェンハイムは、ビーゼの鍛えすぎた肉体が GK として適さないとの理由で、契約解除した。 ゼは、サッカー選手のキャリアを終えるつもりはないと、意気込むが、鍛え抜いた末、斜め上に大きく行き過ぎてしまった。自らの肉体美に、広い肩幅があれば、ボールがネットを揺らすことはないだろうと冗談をかますも、この時点で、体重は1 2 0ラムを超えており、クラブからは、再契約するには、1 5キロ痩せろと非常なダメだし。その後、 世界一のプロレス団体である WWE からのオファーを受け契約した。U-21 代表で13試合に出場した B ゼはなかなか A 代表から声がかからなかったため2007年9月にクラブでベンチに座っているキモヒルデブラントや中堅クラブでプレーするロベルトエンケが招集されて国内のみならず国際試合でもトップパフォーマンスを 見せている自分がなぜ招集されないのかとヨアヒム・レーブ監督を公に批判し騒動を起こす場面も見られたが2008年9月2日にオリバー・カーンの引退試合で延期に代わり後半から非公式ながらも初出場をする8月14日にレネアドラーが負傷事態したことで20日に行われるベルギー戦へ向けて初招集されたなお同試合では エンケが先発を務め、出番は訪れなかった。2008年11月19日のイングランド戦で、レネアドラーに代わり後半からドイツ代表初出場を飾った。以降で力を示すことに成功し、レイブ監督のもとで2010年5月6日にマヌエル・ノヤーに次ぐ、第 2GK として2010フィーファワールドカップの一員に選出された。同大会では、 ウルグアイとの3位決定戦に出場予定だったものの、膝の活液方援により、ハンスイエルクブットにとって変わられたため、チームの中で唯一試合に出場することなく、大会を去った。2012年8月19日にアルゼンチンとの親善試合を前にして、アンドレアス・ケップケ GK コーチから、今後我々は若手を起用していくため、ビーゼは構想外と言い渡されたことで、 半ば強制的に代表引退を余儀なくされたため、2012年3月のフランス戦が最後の試合となっている。WWE2014 年9月に WWE からオファーがあり、その後フランクフルトの WWE ライブにタイムキーパーとして登場。2016年6月7日、トリプル H に認められトレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにて、 プロレスの基礎を学ぶ。11月3日、地元ミュウンンの大会でデビューした。2016年11月3日、ドイツミュウンンで行われた大会で、ビーゼは、セザーロとシェーマスと組んで、タック戦に出場。ついに夢の WWE デビューを果たすと、初戦を、見事、勝利で飾った。2017年4月1日、地域リーグの SSV リリンゲンで、 GK としてプレー。再びスパイクに紐を通した。普段は、ホームゲームでも60人強の観客しか集まらない、ディリンゲンだが、この日は2010年 W 杯、南アフリカ大会大会でメンバーに選出されるなど、ドイツ代表として、通算6試合に出場したビーゼを一目見ようと、約2000人のファンが駆けつけた。試合は残念ながら1から2で敗れたものの、試合後に、B ゼは、復帰一試合目としては、まずまずだった。俺は無理なんて言葉を言わない。今でも楽にブンデスリーガでプレーできる。俺の中で炎が燃えている。と復帰を示唆するコメントを残し、ファンを沸かせた。ありがとうございます。